皆さんどうも今日はご参加いただきましてありがとうございます。このセッションはですね、フィンテック、日本におけるフィンテックの現在地とこれからというテーマで、今まさに起業家として、もしくはその法律家の観点から、フィンテックの今に取り組んでいただいている方にご参加いただいています。でまずはですね、このテーマを、深掘っていくためにですね、お三方の自己紹介をさせていただければというふうに思います。まず甲斐さんお願いします。はい、はじめまして、フォリオホールディングスの今は代表取締役 CEO をやっています甲斐と申します。簡単に私の自己紹介ですが、2006年にゴールドマンサックスという、外資系の投資銀行に入社をして、そこからバークレーズキャピタル、計10年間ですね、金利のトレーダーとして働いた後、今このフォリオという会社、証券会社なんですけれども、運用アルゴリ、自動運用のサービスを展開している証券会社フォリオという会社を設立しております。で2021年の9月に SBI グループの連結子会社になりまして、今連結子会社化ですので完全子会社ではございませんので、今現状も IP を目指していろいろ事業を展開していると。その過程で AI のソリューションを提供するアルパカテックとか、そういった会社を買収したりですね、いろいろやらせていただいてます。はい。で簡単に、ちょっと実績ではないですが、ホールディングは、アルパカテックとフォリオがあって、で上の連結子会社の上にSBI グループがあるんですが、それ以外の株主としては LINE さん、あとはゴールドマン等々いろいろ入っていただいております。で累計167億の調達をして、今ですね、ロボアドバイザーのサービスですので、パフォーマンスを結構金融庁の方々が公表してくださった中で言うと、過去3年のパフォーマンスで1番を取らせていただいたというところがまず一つですね。あとは今毎年 の契約増加件数というのがあって、ファンドラップロボアドバイザー、運用者数の増加分ですね、これが2022年度および2023年度も、次のページも2023年度上半期ですけれども、今業界では一番大きい成長をさせていただいていると。で運用残高以外のビジネスもあるんですけれども、一つ最近のニュースでも1500億円程度の運用残高になっているという会社でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、ちょっと間飛びますが、シデナムさんお願いします。はい、皆さん、初めましての方もいらっしゃると思います。ルカジャパンの、共同創業者代表取締役のシデナム恵子です。よろしくお願いいたします。私の、バックグラウンド、ですけれども、20年ほどですね、国内もしくは外資系 の, 金融機関、運用会社でオルタナティブ投資と言われる、今プライベートエクイティとかですね、ベンチャーキャピタルとか、不動産だったりインフラだったり実物資産、そういったものの、運用をする会社に勤めておりました。そこで主にですね、国内外の機関投資家の方々から資金調達するというような役割を担っていたんですけれども、そこから少しですね、今後より幅広い人たちにこういう質のいい投資商品を届けたいということで、20年超、ずっといた業界を、はみ出してですね、当時はブラックストーンという会社におりましたけれども、そこから起業を2021年にいたしまして、7月にルカジャパンを共同創業しております。でそうですね、オルタナティブ投資をもっと身近にということで、オルタナティブ投資の民主化を掲げまして、今ルカジャパンを運営しております。ルカジャパンは今3期目ということですので、まだまだこれからまだというところのステージではありますけれども、オンライン上での、プラットフォームをすで、にローンチをしております。ルカがやろうとしていることは、有料な機関投資家レベルの、ファンド、世界水準のファンドを、グローバルに集めてきて、そのアクセスを、日本国内もしくは海外も含めてですね、投資家の皆さんに、よりやりやすい、単位で提供していく、最低投資金額を引き下げていくということと、オンライン上のプラットフォームを作ることで、情報の透明性を確保するということ、そしてあとはここの、ファンド
販売であったり運用であったり、さまざまなステークホルダーがいますけれども、そういった方々の、まあ、効率化を担うような形でのツールという意味で、まあ、やっております。ホルダーという投資、まあ、皆さん大体耳慣れてきたかなとは思いますが、こういったプライベートエクイティとかベンチャーとか、まあ、こういったものを扱ってまいります。はい、オンラインプラットフォームですね。まあ、投資商品どうやって選ぶんだみたいなところから始まってですね、まあ、そこの、情報の開示であったりとか、まあ、投資家の方々の KYC、 そしてまあ申し込み、キャピタルコールレポーティング、まあ、運用どうなってるか、自分の資産今どこにあるんだっていうのが、まあ、ログインさえすれば、まあ、いつでもどこでも見えますよというようなものを提供するという形になっております。はい、これちょっと飛ばし、これがちょっとスクリーンショットですね。はい、こんな形で分かりやすく、見えますよと。はい、で、我々まあ3期目ですので、先ほどの、調達の面で言いましたプリ A というシリーズが終わっておりまして、株主さんには、VC さんでは、デライトベンチャーさんとか、ヘッドラインであったりとか、イーストベンチャーさんとか入ってるんですけども、プリ A では国内の金融機関さんが CVC で入られましたということで、みずほフィナンシャルグループさん、北国銀行さん系列の株主さんが今入っております。はい、ありがとうございます。続きましては堀さん、お願いします。はい、森浜田松本法律事務所の弁護士の堀と申します。フィンテック協会のエグゼクティブアドバイザーを務めさせていただき、今日多分フィンテックのテーマでお邪魔しております。私自身は2002年に弁護士登録をして事務所に入りました。その後2008年から10年まで金融庁の総務企画局というところに出向し、資金決済法という法律の策定に携わらせていただきました。これはプリペイドカードや送金ビジネスを事業者が行うことを認めた法令でありまして、まあ、そこがもしかするとフィンテック、私の中でフィンテックの一番のスタートだったのかなというふうに思います。で、2015年のフィンテック協会の立ち上げに参画しまして、皆さんと一緒にスタートアップの皆さんと一緒にエコシステムを作るべく理事に就任し、そこから頑張ってやってきました。金融資本市場の在り方の検討であるとか、そういうような議論にも参加しております。内閣府の規制改革推進会議で今ワーキングを務めておりまして、フィンテックが出発だったのですけれども、いろいろな産業で DX が必要になってきて、規制が合わなくなっているということから見直しが行われているんですけれども、その中で検討を参加しております。今年の一番の玉はライドシェアで、とっても今大変なんですが、今日はフィンテックということでその話はしないということになってます。で、あと内閣府の特区のワーキングに参加したり、経済産業省のスタートアップ新市場創出タスクフォースというところで、スタートアップの皆さんの環境整備をどう良くしていくのかという議論を進めております。フィンテックサービスのローンチに向けたアドバイスや登録申請ガバナンス体制のご支援などをしている中で、私としては多分お二人と違ってプレイヤー のお二人を支えるサポーターとして、いろんなこう企業さんとお付き合いをさせていただいて、フィンテックのシーンを見てまいりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、堀井さん、ありがとうございます。で、私がヘッドラインのパートナーの岡本です。よろしくお願いします。で、今日のテーマはですね、私が日本におけるフィンテックの現在地とこれからということですね。実は先ほども自己紹介なかったんですが、甲斐さんがホリオを立ち上げたのも2015年で、フィンテック協会立ち上げも2015年ということなんですが、どうでしょう、2015年から2024年になって、これまでの中でのフィンテックって甲斐さんどういうふうに捉えられてますか。これまでのフィンテックフィンテック、はい、そうですね、今日ちょっとあんまり、オンレコードという話なのであんまりいつものこういろいろ言えないんですけれどもまあそうですね、この7年間も2015年って結構フィンテックがバズった時期で、我々も含めてですけれども、かなりの数のスタートアップが立ち上がった記憶があります。で、その中で、まあ、IPO した会社もあれば IPO 予備軍という会社も今あるし、一方でやっぱり結構しんどいなというような声もちらほらようやく聞こえてきている、まあ、および生産しているような会社さんも結構いろいろ出てきている状況で、この7年間で、結構ここ僕が感じたのは、やっぱり、
分水嶺になってちょうど今が分岐の時期なんじゃないかな、うん、こう上に行く人たちとそのままもう、やめていって しまう人たちのこうちょうど分水嶺に差し掛かってるような気はしています、うん。それは何が原因でそういった分岐ができちゃってるんですか？まあ、やはり我々がここまで何年か運営してきてってすごく思うのは、規制の部分と姿勢の部分と顧客獲得というサービス拡大のこの3つがあって、全てめちゃくちゃ重いんですよ。あまあ、制度は、まあ、堀さんもここにいらっしゃるんであれですけど、まあ、制度が、僕らを邪魔するっていうのはあんまりなくて、確かに守らなければならない規制というのはあるんですけれども、これは当然顧客保護の目線からして必要な問題であると我々は捉えていますので、そこが大きなボトルネックにはなりません。ただこれに対応する準備をするためにもやっぱり1年2年はかかるんで、証券会社、運用会社、決済全部そうです。1年2年はかかるんで、そこの長さというのがやっぱり問題になる。あとはシステムがめちゃくちゃ重いです、うん、で我々運用会社、証券会社なので非常に分かるんですけれども、もう年間本当に数億円単位でシステムフィーだけでお客さんいないのにかかってくる、うん、まあ、そういったところがあります。あとは最後にお客さんの獲得、特に C 向けのビジネスをやるんだったらお客さんの獲得が非常に難しい、まあ、CPA という、まあ、CPC、うん、いいんですけども、コストパーアクイションが非常に高いというのが、やっぱりこうお金がかかる、時間がかかる、うん、でそこで、まあ、しんどくなってやめていってしまうという、うん、まあ、こういうスタートアップも最近出てきているなというのがここまで7年間、ね。なるほど、はい、確かに金融なのでこう消費者の方とかユーザーの方に安心安全というのはご提供するというのがまずベースとしてあると思うので必要だと思うんですね。でただそれを実現するためのシステムの開発コストが、まあ、要件含めて重すぎるっていうのがスタートアップしていく、これからスタートアップするスタートアップにとっては非常に重いということなんですね。ここって何かフィンテック協会とかで何かしら変えれるような取り組みとか対応とかっていうのは議論されたりとかしてるんでしょうか？やはりおっしゃる通り規制に、はい、適合する必要性があるので、はい、ライセンスが必要なビジネスは一様に重くなります、うん、はい、デイワンからスタートするためにデイワンから必要なものを備えなければいけませんし、はい、登録申請をするためにその前準備期間中から社内体制を用意して、はい、内部管理体制を用意してみたいな、そのかなり重たいものを用意しないと手を挙げられないという状態になってます、はい、海外だとアジャイルでやりながらもっとミニマムで申請ができるのにという話は聞いたことがありますけれども、はい、なかなか難しい。一方で体制が整っているところにはライセンスを下ろせない、はい、要件が満たされないということになりますので、はい、ちょっと鶏卵みたいな状況かもしれません、うん、おっしゃる通りですね。確かに一般の金融以外、非金融のスタートアップであればそういうライセンスとか認可とか全く関係なく、それこそ 50% の出来でリリースしてしまって要望をもらってどん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 こう回収していくっていうのが当たり前なんですけど、フィンテックでそれできないですよね。ちょっとバグありましたみたいな感じで振り込みできませんでしたって言ったらもうこれが完全にアウトですよね。お金を預かるのが、ね、はい、難しいということになりやすいです、はいはい、これ篠山さん、スタートアップ立ち上げられてどうですか、こういった問題に対しては。まあ、そうですね、人的要件っていうのがやっぱ免許に取るのに申請する時点でも必要になるので、そうすると、まあ、あとはまあこうフィンテックとか金融業界ってまあまあ、まあ人材コストが高いっていうのもあってですね、それでじゃあ1年2年そこのコストをホールドしてでも事業が始められないっていうところはものすごく重いなとは思います。なのでここが堀先生おっしゃるようにこうミニマムに こうできて並行でこうなんか動いていけるような形が実現すると、まあ、それはもう少し、まあ、楽になるのかなと。この人的要件というのは具体的にはどういった類の方々になるの？例えばまあ金商法は、はい、まあ、堀さんもそうですが金商法絡みとかになってくるともうその申請の時からこう内部で一人コンプライアンス確保しないといけないとかですね、うん、であとはまあ営業と社長が一緒じゃダメですとか、うん、なので結果的に5人ぐらい必要なんですよね、うん、プロフェッショナルが、うん、でそこから用意どんで進んで、うん、でも1年2年かかっていくっていうのがやっぱりかなりそこは人材コストはかかりますよね、うん、デイゼロからいわゆるその監査の管理に関して5人以上の人が必要だっていうこと、ね、そうですね、まあ、5人つけなさいとは言われないんですが、はい、結果的にこう見るとまあそのぐらい必要になってきますねという形にやっぱならざるを得ないので、はいはい、そこは結構重たいなと思いますし、あとはまあシステムのところもこれはもう全然規制とは多分関係ないところでも、
まあ、やっぱり業界自体がもともと持ってるそのシステムっていうのが、うん、やっぱりこう、うん、パッとこう、じゃあつなげますっていうところがやっぱりすごく難しいオンプレのものとかが多いので、うん、やっぱそういうところの調整とか、うん、まあ、そこに合わせていくみたいなところはすごく、まあ、これ日本特有かもしれないですけども、はい、まあ、フィンテックは結構苦労してるところなよなと、まあ、我が社も振り返りながら思います。はいはいはい、うん、その既存の方々プレイヤーの方々の使ってらっしゃるシステムと、まあ、フィンテックスタートアップがこう接続しなきゃいけないと、その時にやっぱりその 何が問題になって接続がしづらかったりとかするんでしょうか、甲斐さん。まあ、接続がしづらいというよりかは、接続してしまった瞬間にもその会社にお金を払い続けなければならないので、その会社がある種寡占状態になっている場合、めちゃくちゃ高いお金を払わなければならないという、まあ、ただ単にそれだけなんですけど、はい、ちょっと古社名はあまり出せないので、まあ、ただ本当にこう銀行の基幹システム、証券の基幹システム、まあ、決済もそうですけれども、やっぱり日本の超大手と呼ばれる会社さんがやっぱりそこをこうしっかりとこう守ってらっしゃいますので、うん、まあ、なかなかそこに対してお支払いするお金の金額っていうのは、うん、まあ、減らないですね。なるほど。なんか一応規制緩和、これ堀さんにお伺いしたいんですけど、いろいろフィンテック、日本でもフィンテックを盛り上げようと、昔80年代とか日本の金融機関と結構トップクラスだったという話がよく出るんですけども、金融フィンテックにおいてもやはり日本がもう一度、世界にこう羽ばたけるような規制改革だということが叫ばれて、いろんなライセンスが取りやすくなったりとか、新しいライセンス制度ができたりとかしてると思うんですけど、そういったこと以外に今みたいなそのスタートアップの参入障壁をシステム面で容易にするような取り組みとか議論というのはなされたりとかしてるんでしょうか。やはり2015年からここ20年ぐらいまでの5年間で金融庁さんがすごく頑張ってくれて、はい、いろんな規制を直してくれた、はい、ということはあります。はい、まあ、その結果銀行の API が開放されるようになり、はい、まあ、それに皆さんつなぎやすくなったとか、はい、いろいろと規制の面では仕掛けを用意してくれていて、はいはい、オープンにコネクトできるような、はい、環境にしていただいたかなというふうに思ってます。うん、まあ、一方でだから規制ではなくて、うん、あるいはそういう規制がないところでも禁止はされてない、やればいいっていう状態なんですが、はい、やっぱりシステムの問題だったり、うん、コストの問題だったり、はいはい、インフラがやっぱり古かったり、うん、まあ、いろんな問題があってなかなか、うん、手数料の問題だったり、はいはい、下がっていかないということがあって、はい、つなぎやすい環境かっていうと、うん、まだまだ難しいと思います。なるほど。規制の面では多分で堀さんたちもすごくこうやってくださっていて、めちゃくちゃ進化したと思うんですよ、うん、まあ、そうです。ただ個社が例えば銀行の API 開放されたところでそこにめちゃくちゃ課金させるようだったら広がらないわけなんですよね。はい、結局やっぱりその規制の次にシステム実装もあったんですけど、その後に個社が収益を求めてしまう、うん、ここを牛耳ってる人たちが収益を求めてしまうと、はい、結構しんどいなっていう、その上にいる我々はしんどいなっていうふうには、はい、誰かが言ってました。うん、そうですよね。僕はそう思う。確かにヨーロッパだとね、銀行の API は無料で使えますけど、日本はお金かかるっていう。もっとドラスティックな、はい、こう移動をさせるためのこうイニシアチブが必要なのかもしれません。うん、はい、そうですね。なので規制面では参入しやすくなったけれどもと、ただ本当にスタートアップがこう生きて伸びていくために必要なことは何でしょうかというところがこれからやっぱり議論していく必要があるということですよね。はい、それが甲斐さんが冒頭おっしゃった二極化の多分まあ悪い方面に出ていてしまっているということですね。まあ、まあ恨み節ばっかり言ってても意味がないんで、未来の話未来の話と思いますけど、はい、やっぱりそういった理由でしんどいなって思ってらっしゃる方は少なからずいるだろうなとは思ってます。うんうん、でもこの二極化っていうのは上に行ってる人たちも当然存在するので、はいはい、そこから参考にするべきものっていうのは今かなりいろいろあるかなと思います。うんうん、はい、そうするとですね、その、まあ、にあえてまあ二極化だとしたときに、まあ、こう、うまくいってない人たちにおいてはその、フィンテックスタートアップだけに求められるシステムコストとか、まあ、規制に対応するための人的コストがあったとして、まあ、もしくはね、甲斐さん言ってたみたいに
2C の獲得コストがやたら重かったりとかするんですけど、一方でうまくいってる甲斐さんのとこみたいに、フォリオみたいに残高1500億おめでとうございますみたいな、そういうところってになるためには何が必要になってくるんですか？うちはまだまだ道半ばですけど、はい、でかつ僕は日本のフィンテックの会社の中で日本の行動変容とか生活態度を変容させた会社って僕1社か2社ぐらいしかないと思うんですよ。まあ、PayPay ぐらいじゃないですか、本当に。PayPay 、はい、の事例ってすごくて、やっぱり、うん、はい、世界中に、まあ、いった開発拠点を24時間体制引いていて、うん、営業部隊もとんでもない人たちが入って、うん、でお金ももう無尽蔵に入って、はいはい、無理じゃないですか、はい、無理なんですよ、うん、あそこまでやらないと僕行動変容って生まれないぐらいの難しさがあるな、うん、はい、じゃあ諦めるかってそうではなくて、そういうことができる人たちを組むっていうのは一つあると僕らは思っている、うん、はいはい、うん、でやっぱりこれがすごくいいんですよね。先ほどの規制の部分とシステムの部分は自分たちで解決するんですよ。解決した上でサービスが重くて広がりにくいっていうところはどうしても資産運営は特にあるんですが、ここで一緒にやらせていただくことによって一気に伸びるっていうことが起きますので、うん、そうなってくるとビジネスとして収益がどん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 積み上がっていきますから、うん、最終的にはこのシステムフィーを払えるようになる、うん、そうすると独立して成長していくという、うん、このサイクルが回り出すので、やっぱり我々はスイングバイ IPO と呼んでますが、一回買収されて IPO に向かっていく、うん、で協業させていただくっていうのは一ついい成功事例の一つなんじゃないかなとは思って、うん、そうですね。スイングバイはご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、KDDI さんがソラコムを買収された後に、はい、ソラコムがそこから上場して、でなおかつまた今後も KDDI さんと提携を進めていって世界マーケット取りに行きますよと、まあ、こういった一旦大企業に買収された後にまた IPO されるようなやり方のことをスイングバイというふうに言うんですけども、まあ、甲斐さんのところはもう今、スイングバイ IPO に向けて着々とご準備されているということなんで、これが一つその、フィンテックスタートアップがこ うまくスケールしていくための一つの方策ではないかとおっしゃってるわけですね。一つちょっとやっぱりちょっとこう疑問に思うのはですね、大手さんがそういったスタートアップをこう買収した場合にあまり良くない事例って結構あるじゃないですか、海外も含めて、まあ、例えば、ね、検索大手の G さんとかって買ったスタートアップを全部潰しちゃってるみたいな話も結構、まあ、僕は噂でしか知らないですけど、噂ではそういうこと言われてたりとかすると思うんですよね。でそれと今回そのソラコムさんのケースとか今後そのフォリオさんのケースでスイングバイってどんどん一般化していくと思うんですけど、この良い M&A と悪い M&A からのスイングバイって何が違う意味になってるんですか？いやでも分かんないですけど少なくともそういうご経験をされている会社なのかどうなのかって客観的に見てデータとして出るじゃないですか、うん、例えばそのとある会社さんはよく買収するけどその後成長してないよねなのか、うん、あんまり IPO もさせてない子会社 IPO 少ないよねなのか、この会社さんはすごく M&A もするし、グロースさせて IPO の経験がいっぱいあるよねっていう会社さんってもう外からその初めの公開情報で分かるんで、うん、結構分かれてると思います、うん、明確に分かれると思います、うん、そこはまあ UFO を見れば分かるっていう範囲もう分かると思います分かると思いますもう一点よく今でも日本でもやはり大企業とスタートアップのアライアンスということで、まあ、今日も会場大手のねブースがかなり出てますけども、ただ例えば大手さんがそのマイノリティ出資をするっていうのは結構あると思うんですけど、大手のそのいわゆるマイノリティ出資の一般的なアライアンスと、うん、甲斐さんが捉えた手法というのは何が根本的に違うっていうことになるんでしょうか？僕ばかり喋ってもあれなんですけど、ええ、マイノリティ出資でも、はい、マジョリティでも、まあそんなに大きな違い、まあ、マイノリティすぎると協業は僕はうまくいかないと、うん、ジョイントベンチャーもあんまりうまくいかないと思ってる派なんですけど、うん、何かっていうとその一緒のベクトルを持った瞬間に同じエネルギー量で一緒のベクトルを持たないと多分成功しない、うん、でジョイントベンチャーは意外に一緒のベクトルじゃないんですよ、うん、絶対利益がぶつかるんですよこっちの会社、だから結構厳しい、うん、でマインドティーすぎるとエネルギー量が足りないんで、はいはい、1年ぐらいで協業がなくなっちゃったり、はい、捨てれちゃうんですよね、うん、だから、まあ、できればマジョリティだしできればまあかなりの大きなその頂点を上を目指すベクトルの向きが同じっていう状況を作り出すためにどうするかっていうのが、うん、を考えればいいんじゃないかな。なるほど。これ堀さん
法律実務家の観点から今そうおっしゃっている例えばマジョリティ取られるもしくは大企業のマイナス出資のやらんやつとかで、うん、なんか気をスタートアップが気をつけなきゃいけないことってあるんでしょうか。例えばあの SBI さんと堀尾さんのケースって非常にいい関係なんですけど、まあ、買収した後に辞めさそうと思えば解散辞めさせられるじゃないですか。まあまあ一応プロテクトはするにしてもですね、そういうことを含めてうまいそういった大企業によるまあマジョリティ出資をスタートアップが受けて生きていくためにそのリーガル面で気をつけなきゃいけないことってのは結構あるんでしょう。そうですね、やっぱりスピードを、うん、あの殺させないかどうかっていうのが一番大事で、ああ、スタートアップの皆さんの素晴らしいところってやっぱり早くて、うん、はい、どんどん突き進むところ、それは大企業にはないから一緒にやろうっていう話になるのに、うん、はい、大企業の参加になった瞬間、うん、いちいち決済して、はい、何も上に上がっていかない、サービス出せない、うん、もう以上なんかそれで大企業も結果が出ないんだったらって見た、うん、もう見ているともう本当に最初からそんな話だったらやめとけばよかったのにみたいな話がよくあります、はい、そうじゃなくて大企業はお金もその顧客基盤も貸すけれども、はい、スタートアップを自由にやらせるみたいなぐらいの度量がないと、うん、私はお金を入れちゃいけないと思っていて、はい、あのもちろん投資は別ですけど、うん、提携とか、はい、あのスケールアップ一緒にやろうっていうんであれば、うん、ある程度そのスタートアップに自治を任せて、うん、裁量を与えてやらせてみる、はい、まあ、それを自分たちのサンドボックスとして許容するみたいなぐらいの被害が必要だなと思います、はい、うん、あ、なるほど。シデマさんどうですか、それに関してそのもしかしたらシデマさんのビジネスをパクられちゃうかもしれないですけどまあそうですよね、まあ、まあ我々のそのステージだと、はい、まあもう いくらでもそういうことはもちろんできるんだろうとは思うんですけども、でもあのそれと同時にやっぱりこう我々が、まあ、それに特化して熱量をこう、うん、込めてやっているっていうことを本当に理解をしていただいて、まあ、あのやっぱ協業っていうところの同じテーブルにつくっていうことが先ほど甲斐さんも言いましたすごい大事だと思いますし、我々はそうだと思ってますよっていうメッセージを送り続けることもすごく大事ですし、そのやっぱり出資をいただくっていうことを、まあいつもこう資金調達ってすごく大変なので、まあお金に色はないっていうわけにはやっぱり常にいかなくて、まあそれを受けるか受けないかっていうのは結構我々もすごいギリギリ里際のところまでやっぱり悩んだりする中で、何がまあ協業であったりとか何をこれからビジネス展開するわけでいいパートナーになれるかっていうことを結構本当に真剣に考えて、うん、あの出資を受け入れたり、まあ、あの最悪の場合はお断りするっていうこともやっぱあるので、やっぱそれをやっぱりこう一緒の方向を向いてますよねっていう確認を常にし続けるっていうことはとても大事なのかなと思ってますね、うんうん、なのであのすごく大企業の方々のアライアンスっていうのは、まあ、本当にスタートアップにとっては特に我々のこう、まあ資産運用系のこうスタートアップにとってはやっぱり信用コストがむちゃむちゃ高いので、やっぱりそこの部分をやっぱ補完するっていう意味でもすごくあの重要なあのパートナーだと思ってますし、まあそのためにまあお互いでこうなんかねあのスピードアップしていいものを作っていきましょうっていうのをちょっと変えないでいきたいなとはいつも思って。なるほど、わかります、はい、で今の話でこのセッション終わっちゃうとフィンテックスタートアップは大企業と組まねばならないみたいな、まあ、そうそう話になっちゃうんで、あのもう一個の観点として、例えば最近、まあ、あのちょっとバズワード的にコンパウンドスタートアップ系みたいな話が出てきてると思うんですよね、うん、例えばあの南のところで今イベントやってらっしゃる333とか、うん、もうあの当初はフィンテックでなかったんですけどビルワン出してから結構あの電子請求書周りが伸びてらっしゃったりとか、あと皆さんご存知のマネーフォワードさんも最初家計簿アプリですけど今完全にあの B2B の決済マネーフォ決済とか出されてたりとか、あとはレイヤー X さんですよね、もともとブロックチェーン周りだっていうふうにおっしゃってたんですが爆落っていうあのこう請求書処理みたいなことをやってそれが結構伸びてらっしゃるというと、あのちょっとこれも違う観点になるんですけど、ある程度スタートアップとして別のビジネスであのポジショニングを固めた後にフィンテックに乗り出すっていうのもケースとしては出てきているというふうに思うんですね。これ甲斐さんどう思われます？あのめちゃくちゃ正しいやり方をやってるなと思っていて、例えばサンサン の, あのビルワンとかは寺田さんからも直接この経緯とかも聞いていて、まあ、あれ上場前からも準備してますね、うん、であれだけのものを作るのに相当な、まあ、寺田さんも半蔵相当な工数かけてやってらっしゃるんで、うん、まあ
それは行くわなって思うんですけど、とても大切なのは、バネホさんも、サンサンさんもすごく正しいことを企業として IPO 企業と上場企業としてやってらっしゃるなと、うん、で何かというと我々も同じ課題を抱えることになるんですけど、ある単一プロダクトでグロースしていくと、うん、線形に売り上げが伸びたとしても、はい、グロースレートは落ちていくわけですよね、うん、どんどんこう、はい、りますよね、こうなっていってしまう中で、いくつか多分やり方があって、この線形を、まあ、いい線形にする、これ一番難しいです、うん、正直これはなかなか難しいんですけど、線形の上にもう一個線形を乗っけるっていう、うん、まあ、新しいビジネスにコアとなる2個目の柱を作るっていうのがもう一つですね、うん、でこれが、まあ、ビルワンとか、マネホの決算だと思うんですね、はい、でそれ以外にもあるとすると、これは新規事業を自分たちで作ったパターンですけど、うん、M&A ですね、はいはい、でやっぱり日本のスタートアップが一気にグロースレートを落とさずに上場後も伸びていくっていうのは、もう本当に超コアとなる新規事業ができるか、はい、これ相当難しいですけど、うん、かもう M&A しまくるか、うんうん、ロールアップ型ですね、はいはい、この2つが今僕の周辺領域で見られている、まあ、成功事例なんじゃないかなと。M&A の成功事例は次元さんとかですかね。次元さんもそうですし、ですね、まあ、フィンテックに限らずですね、はい、これはスタートアップで、まあ、シフトさんとか、はい、強烈に上手ですよね、やっぱり。確かに、まあ、今、本当に別にシフトさんは、まあ、SI の会社のロールアップ型だと思いますけど、うん、それこそこう医療領域とか、はい、結構ロングテールの産業の人たちは、結構やろうとしてる人多いですよね。はい、もうちっちゃい会社がもう死ぬほどいっぱいあるような業界、うんうん、なので保育園の、はいはい、だからそういうのはまあロールアップ型が向いてるんじゃないかなとは思ったりして、うんうん、なるほど。フィンテク関係ないですけど、はいはい、企業として、はい、まあ、すべからくスタートアップとしてってことですね。そうです、そうです、はい、だから堀さん、そういうの法律家の観点でアドバイスされるときに何かやられてるんですか。私は2つの観点があって、やっぱり B2C と B2B だと圧倒的に B2C 難しいですよね、うん、私たちも含めて行動変容していかないとやっぱり根付かないということがあるから、うん、はい、まあ、一方で B2B だとその B がどういうような事業をやっているのかというところの中でこう金融機能を提供できるので、はい、割とフィンテックで今すごく伸びているところは B2B が多いかなと思います、うん、はい、ただ B2C もぜひやってほしいし、すごく応援してますし、そういう意味では私たちも含めて行動がどんどん、うん、はい、新ニーサもそうですけど、そうですね、変わらないわけではないので、うん、変えていきたいなというふうに、うん、変えていくところを応援したいなというふうに思います、はいはい、あとやっぱりテック、うん、フィンテックって金融なので、金融ってやっぱり単体で金融だけサービスとして提供しますよと言っても誰も飛びつかないですよね、はい、やっぱり実体経済があって商取引があって、はい、で私たちが行動する中に本当に目立たないような形で金融が終わってるみたいなのが理想なので、はい、実はフィンテックってすごい難しいなと思うのは、注目されるべき存在なんだけれども、目立たすぎない方が実はなんかみんなチャリンチャリン課金されてるみたいなことがあるので、はいはいはい、まあ、そういう意味では、どこかと一緒にやるっていうのが、うん、資本関係があるなしに変わらず、はいはい、うん、例えばeBay が急成長したので、はい、ペイパルが伸びたように、はい、市場の成長とすごく密接に関連しているところが伸びていくんじゃないかなというふうに思います、はい、なるほど、今の観点で2つ、はい、確かにシンガポールの銀行の DBS さんとかも、まあ、バンクレスっていうふうに標榜されてますよね。もう金融は表に出ちゃダメだと、誰かの活動の裏側にあって、でも結局使ってもらうんでどんどんお金落ちていくみたいな形ですよね。シナムさんは基本的には 2C ビジネスだと思うんですよね、まあ、最初は富裕層から始まりますけども、 そうですね、そこへのアクイジションコストの高さとかコンシューマーの行動変容とか、はい、結構難易度高いオルタナティブ投資だと思うんですけど、はい、それをどうやって乗り越えていかれると思ってます、まあ、そうですね、まあ、我々 B2C、B2B2C みたいなところがありますけれども、はい、まあ、ニッチなエリアなので、まあ、ようやく、まあ、ニーサがこう認知度が高まってきている、まあ、ここをちゃんとキャプチャーしないといけないなとはすごく思っていますと。であとはですね、やっぱりこう、まあ、フィンテック、今日本のフィンテックずっと話してきましたけど、グローバルっていう観点も忘れたくはなくてですね、うん、はい、
で、我々の事業だと、まあ、割とグローバルもいけると思っていますと。でグローバルは逆に言うとその資産運用とかこういうテック周りの話っていうのはだいたい先に起こっていて、それがだいたい5年、まあ、10年かかると大変ですけど5年後ぐらいからじわじわと日本でやっぱり同じような動きが出てくる。でその時のためのやっぱ受け皿っていうのを作っておかなきゃいけないというふうにも思っているので、まあ、我々としてはやはりそのグローバルで起こってきたその大きな潮流みたいなものを日本でどうやって起こしていけるかっていうことを、うん、まあ、その C にも B にも訴えつつですね、うん、大きな波を起こしていくっていうことがまあ非常に大事ですし、うん、まあ、それと同時にまだそこが到達していないグローバルの他の地域っていうところは一つのポテンシャルのマーケットとしてまあ常に見ていくっていうことをしていきたい。うん、これちょっと素朴な疑問なんですけど、まあ、ルカさんのビジネスもカイさんのホリオさんのビジネスもお手本みたいなのがこう、まあ、アメリカとか海外からあるじゃないですか。アメリカだったらウェルスフロントがもともとあったりとか、ルカさんのビジネスももともとヨーロッパとかあったと思うんですけど、なんで日本のフェンテックはこう焼き直しみたいなパターンになることが多くて日本初のフィンテックみたいなやつが少ないんですかね。なんででしょう ね、 ね、クリエイティビティがないんじゃないですか国民全部ってことで、いや、わかんないです。いや、まあまあ、なんとも言えないですね、はい、まあフィンテックに限らずだと思うんですけど、うん、特に資産運用の領域ってもう圧倒的に US の方が進化してるんです、はい、もうファイナンシャルアドバイザーも、はいはい、もう量も圧倒的に違いますし、うん、まあ、金融リテラシーも全然違うので、はい、まあ、そういう意味でやっぱりこう成熟した産業の中で出てくる新しいビジネスモデルっていうのは、はい、まあ、成熟していない産業、うん、まあ、特に金融においては日本で結構劣後してますから、はい、資産運用は特に、はい、まあ、そういった領域に流れ込んでいくっていう上流下流の関係にあるのは、まあ、仕方がないんじゃないかなと思いますけどね。それは金融教育が遅れてるってことともリンクしてますね。いや、金融教育が僕金融リテラシー上げるとはあんまり思ってなくて、この金融教育よりあ これもちょっと言い過ぎた、金融教育は必要なんですよ。でも十分じゃないっていう僕は思っていて、はい、僕の友人の子供が小学校2年生でアメリカで育って、はい、この前来てその話をしたんです、はい、で僕は会社の創業者だっていうのが、はい、ことを知って、はい、お金いくら持ってんのって聞いてくるんですよ。で日本人なんですけどアメリカで育ってそれこそ西海岸で育ってるんですけど、はいはい、めちゃくちゃお金に対する興味関心が高いんですよね、はいはい、で金融教育ってこの本で読んでどうこうっていう、はい、ここの必要条件のプラスアルファ、うん、やっぱりお金に対する興味関心増やしたいとか、はい、金持ちになりたいとか、はいはい、このこう中からこう溢れてくる欲求みたいなのが日本人には少し足りないんじゃないかな、うん、お金の話って汚いみたいな感じになって、はいはい、まあ、最近マシになってきてますけど、うん、なんか年収の話したらやばいんじゃないのみたいなのあるじゃないですか、はいはい、向こうめちゃくちゃ喋りますからね、はいはい、ピアトゥーピアでその従業員同士が給料を言い合う文化ですよ、はいはい、そういうのがないから、うん、やっぱりどうしても出遅れる、なるほど。じゃあ教育じゃなくて人間性、人間性ごめんなさい、すみません、ちょっと悪い癖が出ました。でもね、シテナムさんもカイさんももともと外銀外商出身だから、まあ、人間性でいうとそっち系ですよね、どっちかって、まあ、だって給料の交渉を普通にするじゃないですか、しますよね、はい、ボーナスがちょっと今年はとかっていう話をするじゃないですか、はい、でも日本の企業です、はい、まあ、初年度はしなかったですけど2年目3年目で上司と給与交渉しないじゃないですか、うんうん、やっぱそういう文化の違いはやっぱりあるんじゃないかなとはどうしても思ってしまう。そうなんですね。ただまあそういう人間になれと言いたいわけでもないですし、うん、こうジャパナイゼーション、日本化されたフィンテックの拡大の仕方っていうのは我々しか考えられないから、うん、そういうのを考えていくべきだし、はいはい、最近金融教育の、まあ、サービスがすごい増えてきているのも、はい、そういう背景があるんじゃないかなと思うんで、うん、非常に重要なこう今そういうのを考える、うん、時に来ているんじゃないかなと思います。わかりました。そしてあと、だんだんね、あ、どうぞどうぞ、だんだん関心は増えてますよね。そうそう、自分のお金を自分でコントロールするものだっていうような、うん、こう誰かに頼っていては、はい、やっぱり100年時代どうしようみたいな不安とともに関心は高まってるようには思います。確実に
日本にいるとなんか守ってくれてそうな気がしますよね、誰かが。そう、だからリテラシーが、はい、リテラシーというのか関心が低いのと、はい、誰かに銀行に預けていれば安心、はい、証券会社にお任せしていれば大丈夫みたいな時代が、うん、やっぱりちょっとずつそうじゃないんじゃないかって思ってきたんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあの残りちょっと1分強になりましたので多分あのこの中にもフィンテックスタートアップ立ち上げるととかもしくは立ち上げたけどこれに困ってるみたいなことがあると思うんでちょっとあの皆さんからですねお一人ずつあの日本でフィンテックを盛り上げていくためにアドバイス的なことをちょっとお願いできればと思います。最後に僕から、いやじゃあシデオさん、じゃあ僕からお願いします。まあ フィンテックのセッションなのフィンテックなんですけど、まあ、僕はスタートアップを作ってという創業したという立場で言うとあのやっぱり結局、僕はすごい好きな言葉があってスタートアップとか、まあ、企業って、1000日から3500一夜で成功するとよく言われる、うん、オープン AI とかもそうなんですけど、はいはい、急激にグッと伸びるポイントが出てきます、うん、で、そのただ絶対に成功しうるんですけどその期間が1000日から3500日の間だって言われる、うん、つまり3年から10年ぐらいの間に成功するスタートアップは一気に成功する、うん、これどういうことかっていうとすいません長くあもうあいいですよ、いいですよ。どういうことかっていうとあの10年耐えろっていう話なんですよ、うん、で10年耐えるためにはお金と創業者のモチベーションこの2つなんですよね、はい、お金が切れたら強制アウト、うん、でモチベーションがなくなったら自費なんで、うん、この2つをずっとあの、うんまあ、僕がモチベーションを失わないこととお金を絶やさないことができれば絶対に成功するって僕は思ってますから、はい、あの勝つまでやるっていうのが一番大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます、素晴らしいです、うん、じゃあ 堀さんお願いします。私、はい、今の話であの一つそうだなと思ったのは今2015年でフィンテックっていうワーディングが出てきてみんなが起業してそれからもどんどんあの起業している人たちがいて2025年からフィンテック面白くなるんじゃないかと思いました。なるほど、これから面白くなる、これからも見続けていきたいと思います。じゃあ篠山さん最後。あ、そうですね、ありがとうございます。まあ、フィンテックは本当にあの、まあ、金融庁さんもいろいろ頑張ってあの規制改革してきて、まあ、本当に徐々に徐々にやりやすくなってきているっていうことはもう絶対事実だと思いますので、まあ、あの我々もあこれあと3年前にやってほしかったなみたいなあの改革が今いっぱい目白押しで出てきてますけれども、まあ、そういったところをやっぱりすごく活用できると思いますので身軽ではないですけど、まあ、まずは始めてやりたいことをこうどんどんやっていくってことが、まあ、そういう人たちが増えれば盛り上がっていくと思います、うん、諦めない10年諦めない諦めない、はい、うん、はい、まあ、あの諦めなければ日本のフィンテックはこれからも明るいということで、はい、今日は本当にあの今まさにフィンテックの世界で、取り組まれていらっしゃる2人の起業家と、法律家の方にあの余すところなく生の声をいただきましたのでこれを参考にあの、ここにいらっしゃる皆さん含めてですね日本のフィンテックを盛り上げていければなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。